お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、ペッカというわけでこちらを使っていこうと思うんですけど、なんかね、この、まあ、普通にテンプレの小嬢ババがラブライダーになっただけなんですけど、なんかこれの方とグラチャレでめちゃめちゃ当たるんですよね。なんかさっきもマジで3連続かな。3連続このペッカラムライダーに当たって、1回フリーズ、なんかフリーズウッドか、まあそんな感じのやつとも当たって、まあ、スペルはそうなんで、まあ、ラムライダープラスのフリーズが強いから、まあ、フリーズでも全然いいと思いますね。でもフリーズにするなら、まあ、エリポンとか壊せなくなるんで、そういった時用の、まあ、三重子がきつくなるからっていうので、フリーズにするならロリーババがいいかなと僕は思いますね。で、まあでも元々のこのペッカ工場の形がポイズンザップですごい強かったんで、まあ、それをラムライダーにしてるだけなんで、まあ、ポイズンザップでもいいかなと思います。まあ、僕はポイズンタップです。はい。そういうわけでね、今日はこれでやっていきたいと思います。で、最近なんか生マルチなくねって怒られてるんですけど、生マルチ行きたいなと思ったんですけど、今日は。と思ったんですけど、これ、もうこれは許容というか、代表します。さすがに怖くないですかっていう、この展開にいるときに落ちたくないんですよね。なんで、申し訳ないです。グラチャレで勘弁。勘弁マジで。明日、いや、もう、近々ちゃんと生マルチあげるんで、お許しを。はい、というわけで、やばし、なんか、もうバルーン使ってて、エレキ来て、ああ、ガゴで、ああ、まあ、ペックやなとか思ったら、今じゃバルーン絶対通るやんっていうタイミングで飛ばしたら、ラブライダー来て、あれバルーン一歩も動かなくて、ボコられるみたいな。ことがありーので、もう泣いてますね。で、その今日もあれなんですよね。今日もなんか、まあ、いつも僕鼻声みたいな声してるからそんな変わんないかもしんないですけど、今日なんかちょい風邪気味で、そうなんか朝から喉痛くて今日動画休もうと思ってたんですけど、まあ、意外とあれ動画撮れるくねみたいな感じだったんでね、今日動画ちゃんと撮って、そう最近毎日とかもやってるんでね、さすがに甘えてられないなっていうので、今日動画ちゃんとですね、撮りました。で、撮ってますはい、というわけで、ですね、まあペッカ工場で、まあもうめっちゃ攻撃型デッキですね。ユーナで攻めて、ゴーストで攻めて、ラムライダーで攻めて、エレキで守ってカウンターしてみたいな。気持ちザップで、ああまあどっちもいいか。で、まあ基本的に今そうこんな感じで、ユーナとゴーストはメインで回していきますね。で、その今の相手はボーイがまあ上手かったんですけど、結構あそうだった、橋前ユーナってめちゃくちゃ強いんですよ。橋前ユーナがめちゃくちゃ強くて、最近そのロリババとか、まあメインにあるから、ロリババで有能防衛するんですよね、みんな。だけど、本当に集中してないと、あ、有能来たロリババやってこうやっても、間に合わなくて有能の突進入って1000ぐらいダメージ稼ぐっていうのがよくあるんですよね。だから、初手橋前有能絶対っていうのは僕は最近すごい言ってますね。初手有能あれば、橋前有能絶対する方がいいですね。まあでも人によるかもしれないですね。変にカウンター受けるかもしれないし、けど僕は橋場優の絶対派ですね。で、ここで先にゴースト裂いてガゴ出すことによって相手一回防衛するんですよね。よし、オッケー。まあまあ普通に守られちゃいました。まあこれはいらなかったな。まあいっか。まあまあ。で、優の飛ばして、これまあペッカとエリキで防衛するでしょ。そうすれば、ゴレイは基本ペッカとエリキで。で、またこのメガゴが消える。あ、てかゴーストならいいな。ゴーストでも防衛して。これもポイズン打っちゃいますね。で、あー、ダクネをちゃっちゃ処理したかったですけど。おーい、やめてくれ。てか、ラムライダー出しとけばよかったみたいなとこあります。ゴレ止まるっすもんね。まあでも、永遠に逆サイ攻めとけば、さすがに負けないと思いますね、この相性。ラブライダー飛ばして、あ、これあのラブライダーのチート技、
相手動けなくなるやつ、その場所からね。はい、勝ち。まあ所詮神相性みたいな、グッドゲームですね。まあ常にそう、どれも言うて相性いいって言っても、なんか最近だとなんかゴレの方がすごい強いんですよね。ペッカリ大使、まあ、それはちょっと持ったか。でも普通に五分五分とかなんで、まああれですね、形を作られちゃうとやっぱ突破されちゃうんで、しっかり相手がゴレ出した瞬間に逆サイを攻めすぎない、攻めすぎない、大事ですね。なんか U のプラスあがめちゃくちゃもう10クスぐらい使って逆サイ攻めて、また溜まってペッカだけで防衛しちゃうと結局落とされちゃうんですよね。11効果みたいななっちゃって、だんだん苦しくなっちゃうんで、ゴール出された瞬間に、まあ、軽くですね、まあ、無視されてもいいんで、最近無視する人しかいないんで、なんか何でも軽く U のだけでぽい、ゴーストだけでプレッシャー与えて、でペッカをとかペッカエレキとかで守りつつ、またねこっちが攻めて、あ、まず、なんだろう、そう、また守ってる途中にまたゴーストだけとかラムライダーだけ、ラバーきついからゴーストだから、そう、 U のかゴーストどっちかを出してみたいな、まあ、相手の攻撃をしっかり守るんですけど、守りつつこっちも攻めてあげれば、相手がなんか攻めきれないか、まあ無視してきてもこっちもダメージ与えれるんで、しっかり攻めて守ってまた攻めてみたいな、なんかまあ守りながら攻めるのがすごい大事ですね。マッチングしてくれよ、長いよマジで、長いよ、すごい。だって今夕方6時ぐらいですよ、6時ぐらいかな多分。なんでこの時間帯にやってる人いないのっていう、みんなやってるでしょ。ないよ、やめてくれよ、あと2試合。してきた、ボブサンドストーンプロ、これ有名なプロなんですね。よろしく。やだな、なんかやだな、負けたくない。最近しかも動画内で結構負けてないまである、だから勝ちたい。ちょっと言うの行きます。はい、来たー。これでも何で終わってるか、あ、駅か、この駅。いや待って、いや甘えた。今のはこうなるぐらいならラムライダー、おお、あの、おーおーおお、相手のメガゴどうした、お前あれですね、あのロリババをガゴで守って、それにラムライダーつけて、普通に、まあ、ラムライダーガゴの形を作ってる方が良かったかもしれないですね。左側そしたらダメージ防げてましたし、もったいない。まあでもどっちもいいか。はい、オーブンランバー、ロイジャイン。でこれはこっちに言うので、言うの単体が強いんでね、でこれにポイッとつけてあげます。したら強い。でこのエリ許容しますね。これザップ打ったら多分飛びます。ポイオッケー。でこれユニット出たらゴース逆線飛ばしたいですけど、まあオーブンか、一回オーブン展開来るから端前で、でもポイズン構えといてもいいか。ポイ、でポイズンはこれめちゃくちゃむずいんだけど、オーブンに対してなんかオーブン出た2体目のファイスピにかかるぐらいのタイミングでポイズン打つとあれなんですよね。あれ、諦めんなよ、動画撮ってるのに。マジで困りますね、本当に。動画中に諦められると動画にならないで、ボブ。マジで困る。って言いつつ正直嬉しくてにやけてるんですけどね。あざーす。まあまあでもこれはもう相性いいですね。相性いいか、また相性いいやんけ。でもマジなんかこのデッキ今刺さってる、環境に刺さってるだから死んないかよ、すげえ多い。よし、感謝大事ってわけでいきますか。いや待って、さっきの農家にしようかな。あと2000か1000すね、まあ、気分で出た、出たよ。マッチングしないんですよね最近。マッチング打てるマッチング、あ、よし取るやん。え、待って、やば、これさては6、9か7000ぐらいいってるやつですね。これマジでこれを
なんでお前と当たるなんていう。普通に高いやつやん、トロフィー。やばいっすね。有名どころしか来ない。なんか最近のグラチャレすごいぬるかったんですよ。いいこと言うくないか。けどなんか結構なんか、結構あんま知らない人とか、結構、まあ、僕らがグラチャレやる中で結構、意外と勝ちやすかったんですけど、あれ。バケモノみたいなのしか来ないですよ。これラムライダー合わせたくないですね。さあ、一回待って、ラバが来たら、血液で逆さ言うの、やしまいぶっか。なるほど。なるほど、なるほど。相手はなかなか見てきますね。これで T や。ラバ、ロイジャイ、ゴレ。すべてに当てはまりますね、相手。ラバ、ロイジャイ、ゴレ。ラバですね。これポイズンで、厄介者処理しておきます。ぽい。オーバリング、これ地味に残るみたいなとこあるよな、お前。おい、出たよ。これガゴ出したいけど、ガゴ出したら、あれなんだ、ベビダル来るんだよな。まあいいや、知ったこっちゃね。違ったし。やめてよー、やめてよ、やばい。やばい。これはズシャーン入れたいから、2発許容して、許容ですね。で、これ、でも墓石、なるほど。これはまあ無視しましょう。一発かな。いや、入んないか。OK。これ2-1で勝ちたいですね。ゴーストで、やば。そこ防衛から入るんだ。分かってますね、立ち回りが。うまいんだけど。まだ、あ、今これ、相手、あれなんで。陸ないんで。陸ナンバーだけなんで、ね。はい、行きまーす。もう攻めちゃいます。You know, go! あ、OK。待って、これ守られるのは違うけど、このラムライダーが止めてくれる。逆サイブシですね。いや、てか。待って、これ、ダメージが間に合わない。いや、負けるのは違う。俺は負けない。やめて、おい、パピるな。ああ、パピられた、やばい。やめて。いや、まだ参る。いや、まだ参る。これ、ポイズン。いや、ポイズン。ちょ、待て、お前待て。うお。それは違うよ。それは違うよ。それは違う。これはでも許してください。本当に。本当に。終わったやんけ。終わったやんけ。あ、持ったわ。全然低いやんけよ。待って。でもこれワームニスポットでほらやばいんですよ。めちゃくちゃ高いとこなんですよ。許してください。まあまあまあですね。はい。はい。てなわけでね、もう、いや、終わっていっか。ラスト、あれっすもんね。0勝でやったとてみたいなとこあるんで。今日はもう、久しぶりに負けちゃったな、最後。まあ、シャラチェスね。はい。まあまあまあ、でも。全然勝てないこともないんでね。まあ、いつも言ってるんですけど。まあ、勝てないことはないんで。どんな相性にもね。はい。まあまあまあ、というわけで、こちらのペッカデッキ。なんかマジで結構強いっぽいんで、ぜひぜひ使ってみてください。というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。